平野紫耀と神宮寺勇太の飛べ遺跡が引き起こしたジャニオタの騒動。ジャニーズ事務所を卒業し、新たな舞台に挑む平野紫耀と神宮寺勇太滝沢秀明氏が率いるプロダクション、飛べ、トゥービーへの遺跡は、ジャニーズ界に波紋を広げました。一部のファンは歓迎し、一部は非難し、ジャニオタの間で激しい議論と抗論が繰り広げられています。背景。 トベプロダクションの交流。2023年3月、滝沢秀明氏がトベプロダクションを設立しました。これに伴い、平野潮と神宮寺雄太はジャニーズ事務所からの移籍を決断しました。トベプロダクションは、ジャニーズ界に新たな風を吹き込むとともに、滝沢氏の新たな挑戦でもありました。トベ、チョン、DNA、02の謎と予兆。7月6日。 トベプロダクションの公式ツイッターと YouTube には、二人のシルエットが登場する動画がアップされました。この動画のタイトル、トベチョン d n ロ0 2は、すぐにツイッターのトレンド1位に浮上しました。これにより、ファンたちの期待が高まりました。しかし、この動画に対する反応は一応ではありませんでした。ファンの反応、裏切り者 VS、応援者、 一部のジャニオタは、平野氏用と神宮寺ゆうたのジャニーズ事務所からの離脱を裏切り、とみなし、厳しい言葉で非難しました。彼らは、かつてのアイドルを支持しないと宣言し、その決断を強く非難しました。一方で、彼らを支持するファンも同様に積極的に発言し、ジャニーズ界からの新たなスタートを応援しました。ジャニーズ事務所退場。 裏切りか新たなスタートか、平野志耀と神宮寺勇太の戸部遺跡は、ジャニーズ事務所との別れを象徴しています。ジャニーズ事務所は、数々の人気アイドルを輩出し、日本国内外で大きな成功を収めてきました。しかし、アイドルたちにとって、これは新たな可能性を探る機会でもありました。戸部プロダクションは、滝沢秀明氏の手腕に期待がかかっています。 彼はかつてスマップへのメンバーとして成功を収め、その後も多くのプロジェクトで活躍しました。トベプロダクションの才能を引き出し、平野耀と神宮寺雄太を新たなステージに導くことができるのでしょうか。ジャニオタの激しい議論、裏切り者と応援者の対立。ジャニーズ界におけるファンは熱心で忠実なものが多いです。 そのため、平野耀と神宮寺勇太の渡米席に対する反応は非常に激しいものとなりました。一部のファンは、ジャニーズ事務所を離れることを裏切り、とび出し、その決断に対して怒りを爆発させました。彼らは、かつてのアイドルへの支持を打ち切り、新たな舞台での成功を望みませんでした。一方で、平野耀と神宮寺勇太を支持するファンは、 彼らの新たな挑戦を喜び、応援しました。ジャニーズ事務所を卒業したアーティストにとって、新たなプロジェクトへの移籍は大きなリスクを伴うものです。しかし、彼らのファンは、彼らが新たな可能性を探ることをサポートし、未来への期待を寄せました。ジャニオタの口汚い場外乱闘、社会的影響とファンの熱意。 ジャニーズファンコミュニティ内での激しい論争は、ソーシャルメディア上で頻繁に発生します。しかし、平野紫耀と神宮寺ゆうの渡米遺跡に関する議論は、特に激しく、口汚い言葉や攻撃的なコメントが多く見られました。このような場外乱闘は、ファンコミュニティ内の調和を崩壊させ、社会的な影響を及ぼす可能性があります。 ジャニオタの熱意は理解できますが、他のファンや一般の人々に対する攻撃的な行動は望ましくありません。ジャニーズアイドルの成功は、ファンの支持と愛に支えられていますが、その一環として礼儀正しいコミュニケーションが求められます。ティアラたちの情け心、平野市用と神宮寺勇太へのサポート。一方で、一部のファンは平野市用と神宮寺勇太への 情け心を示しました。彼らは批判的なコメントに対しても、ハッシュタグ、平野仕様よベと、べ、ちょん、D-N-A-02 をつけて、彼らへの応援を続けました。これは、彼らがかつてのアイドルとしての素晴らしい瞬間を唱え、新たなスタートへのエールを送る行為でしょう。トベプロダクションの挑戦。 トベプロダクションは、滝沢秀明氏のリーダーシップのもと、新たな才能を育て、エンターテイメント業界に新しい風をもたらすことを目指しています。しかし、平野紫洋と神宮寺勇太の遺跡は、ジャニーズ事務所からの脱退という大きな転機でもあります。彼らは、新たなプロジェクトで、どれだけの成功を収めることができるのか、注目されています。想像と希望。 平野のしと神宮寺うじの戸べ遺跡は、ジャニーオタコミュニティに様々な反応を引き起こしました。一部のファンは非難し、一部は応援しました。ジャニーズ事務所を卒業し、新たな舞台に挑む彼らの未来は明るく、戸べプロダクションの成功が期待されています。ファンコミュニティは、調和と尊重を大切にし、アイドルたちの新たな冒険を応援し続けるでしょう。 ジャニーズ界のこれからの展開に注目です。